お世話になったのは相変わらずの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。ということで、裏でね、ちょっとあいつら捕まんなかったんで、前回やったね、あのなんかグソクムシみたいなやつ捕まんなかったんで、ちょっと裏で捕まえておきました。あとコウモリみたいなやつも捕まえました。これあれですね、もともと公開されてたやつね、情報。こいつも捕まえまして、さらにコソクムシ、こいつもすげえ逃げるんですけど、めっちゃ逃げられたんですけど、こいつ捕まえました。なんとかオンバットもね、こいつも結構なかなか捕まりにくくて、そしたらこれ見たらね、どうやら、ドラゴンタイプなんですね。これ多分ね、もともと公開されてたと思うんですが、この進化系もね、進化系も公開されてたと思うんですが、こいつをね、加えました。で、なんか抜きましたね。あ、電磁虫みたいなやつを抜いて、でさらに、あの翼の生えた、なんだっけ名前忘れたけど、あいつのツバメに当たるやつを抜きました。ポッポに当たるやつね。あいつはちょっといらねえかなと思って抜きましていきましょう。よかった、なんとかね捕まえましたね。頑張って。これやっぱ引っ掛けなんだ、これは引っ掛けなんだ。このなんかモンスターボールみたいなのありますけど、これ引っ掛けなんですね。またこいつとマッキョと、どんだけこれ撮影中にこれマッキョ出てくんの撮影中のマッキョ率高し、マッキョ率高しくんって言われちゃうな私。マッキョ率高し系 YouTuber って言われちゃうね、これじゃ。本当にきついわ。金属音をやられていく。いやーでもめちゃくちゃ嬉しかったですね、あれ。さっきのコウモリみたいなやつとグソクムシみたいなやつ、あいつらねめちゃくちゃね捕まりにくかったっすね。だってあのグソクムシみたいなやつなんかやってる最中に逃げちゃうんすよ。なんか普通に伝説ポケモンみたいな感じで普通に逃げちゃうんですね。なんか特性みたいな感じで逃げやすいみたいな感じのあるみたいですけど、それ逃げられちゃって、それ捕まえられなくて、まあ何回かやってね、捕まえられたんですけど、なんとかね。クイックボールとかでね、使ってなんとか捕まえられたんですけど、いや、こいつはちょっと待って待って、こいつにめっちゃまた下げられてるよ。またポケモンセンター行かなきゃいけない感じになっちゃうね。いや、それなんとかね、手持ちに加えられたんで、今まで育ててきたやつ、虫のやつとかもちょっともったいないんですが、電磁虫とかね、育てたきたんでもったいないですが、とりあえずね、まああっちのドラゴン飛行のやつとか、あとグソクムシの進化系とかのが見たいので、多分あいつらもね元々情報公開されてたやつですよね、多分おそらく。なんでそこまでね珍しくないっていうか、多分知ってるやつなんですけど、育てていきたいと思います。新しいポケモンなんでね、やっぱり。で特に気になるやつの、なんでこいつらごついの。作業員の女性の方々相当ごつい人多いですね。なんかでもこいつら元々筋肉があるっていうより、めちゃくちゃなんつーの、気膨れしてるって感じですかね。そういう感じに見えますよね、この作業員の女性の方々。なんかデブとかがっちりしてるっていうより、筋肉あるっていうよりも、多分おそらくそういう感じの印象ですよね。気膨れしてるっていう感じの。ドッコラはそのまま戦うよ。あ、ドッコラ変えていけばよかったかな、あいつに。ドラゴン飛行のやつに、あいつ使っていけばよかったかな。まあいいや、とりあえずこれ使っていきましょう。マジカルリーフ、オッケー、いけ。もうそろそろ30いきますからね、こいつ35、6で多分進化しますよね、多分。このだからこいつの、なんだっけこいつ、バチンキ。名前全然覚えらんねえ、やべえ。やっぱ大人になってから名前全然覚えらんなくなりました、本当に。ひどいな、これ。とりあえず、こいつは倒していく。ナイスナイス。これで、レベルは全然上がらないですね、オッケー。とりあえずどんどん進んでいきましょう。前回ね、全く進めなかったんで、もう、10歩ぐらいしか進んでないですよ。合計で言うと。あそこにいるね、進化系いるね、カラナクシの進化系かな、あいつ。いましたね、奥に。オッケー、粘りの鍵爪、持たされると締め付ける、巻きつくなどのダメージを与え続ける技のターン数が増える。まあなかなかいいじゃん。新しいやつもあるんですよね。オッケーオッケー。左にグソクムシみたいなやついますね、あいつ。名前忘れちゃったけど。ちょっといいかな、君。自分チャレンジ参加してるな。オッケーオッケー。いいよ、来いよ来いよ。あ、ライバルだね、いた。ホップちゃん。ホップいつもいるな、お前。付きまとうな、俺に。いいよ、戦っていきましょう。じゃあ勝負だ。オッケー、行きましょう。オッケー、いいよ。一緒に戦うぞ。いいよな。オッケーオッケー。行きましょう。ホップ、お前よ。何やってんだよ、お前。お前、いつもついてくんじゃねえ、俺の。自分自身で、お前は道を開いてけ。いいね、いいね。エール弾いいっすね。あ、いい、あ、進化してる。まっすぐまで進化してる。あいつ。ウールかよ、お前。ウール弱いよ。ウール変えてこい。ウール弱いんだよ。あいつ、フォックスライ。あいつは、炎タイプ入ってるかな？入ってないか、フォックスライ。フォックスライか、フォックスライか分かんないけど。イントネーションが。バークアウトやられていく。大丈夫か？いや、ウール、お前大丈夫か、ウール。あ、てか、バチンキーも結構なかなかきつい状況ですね、今。やっぱ相手強いな、結構。二度蹴り。二度蹴りなんかできんだ、こいつ。二度蹴りできんの？めっちゃいいじゃん、お前。めっちゃいい技持ってんじゃん。二度蹴りとか。二度蹴りしなさそうですけどね。こいつだから進化したらやばいんかな、もしかして、ウール。ウール進化したらマジでガチ強キャラになりますかね、もしかして。
ガチ強ポケモンになりますかね。その可能性ありそうですよね。なかなか。俺攻撃すんなよ、俺攻撃すんなよ、頼むよ。辻斬りやってくれ、俺攻撃すんなよ。うわマジか、やられた、やばい。辻斬り、二度蹴りナイス。二度蹴りやらなそうですけどね。いいよいいよ。いやまっすぐマンあれなんですね、多分悪タイプも入ってるのが、悪タイプとノーマルタイプかな。オッケーオッケー、いいよ、レベル上がってく。オッケー、細く虫だよね名前。ヤンチャム来て相手出してくるかな、もう一体。あ、レパルタス、レパルタスはこれいましたね、昔から。結構昔からいた、ブラックホワイトからいたかな。オッケーいけ、葉っぱカラー、葉っぱカラー強いっすね。なかなかこういうところでめっちゃ役立つな。鳴き声いいよ、鳴き声はいいよ、全然構わないよ。あいつ倒せ、あいつ、ヤンチャムいけ、ヤンチャム、ヤンチャムぶっ潰せ、いけよ。二度蹴りやっていく、二度蹴りチャラいな。ウールの二度蹴りはちょっとチャラいよ、想像したらチャラいよ。どういう風にやってんだろう、多分避けられちゃうけどね、二度蹴りなんかやったら。いいよ、ローキックやってくる。いや危ねえ、こっち攻撃してこなくてよかった。出せよあいつ、カメレオンみたいなやつ出せよ、例のやつ、例のやつ出していけ。青ガラスか、アホガラスじゃないか、青ガラスか。青ガラスもでもかっこいいんだけどね、こいつ結構かっこいいんですけど、今回はね私外させていただきましたっていう感じですね。ダブルアタックよりまあ葉っぱカッターでいいかな、葉っぱカッターでいいか、とりあえず外すなよ。オッケー、ナイスナイス、オッケー、これで死んでくれ、ナイス、いいよ。急所に当たっていく、やっぱ急所に結構当たりますね。3回に1回ぐらい当たってんじゃねえ、これ5回に1回ぐらいかな、多分当たってるような気がするな。オッケー、勝ちましたね。オッケー、いいよ、とりあえず倒していく、ナイスナイス。もう敵もそこそこ強いな、やっぱり。いいよいいよ。いやでも今回さ、新しいポケモン結構いるから、どれをさ仲間に加えようかちょっと迷いますね。カブさんどこにいるか、オッケー、奥にいる、オッケー、探していきましょう。うわ、いきなり出てきた。うわ、こいつか、こいつか。こいつ、古速節。こいつ、逃げますからね、古速だから。逃げていくから困るんだよな。バチンキ、行け。行っておいで。いや、マジカルリーフ、行け。マジカルリーフで攻撃。攻撃してくんなよ。もう、こっち、体力ないんだから。オッケー、一発で倒す。これはいいよ。余裕ですね。オッケー。さっきまでこいつ、全然捕まんなかったのに。捕まえ方がちょっとわかんないですね。でも、こいつ、進化したらかっこいい。でも、こいつ、進化したやつ。あ、こいつ、出てきたよ。もう、進化状態のやつが出てきたよ。でも古速虫のやつ多分進化系も多分載ってますよね、もうすでに情報、すでに初めからこのゲームがなんつうの、発売される前から公開されてましたよね多分。あ、ちょっと待って、やだこいつ、マッギョやだ、マッギョ、マッギョマジで嫌なんだけど、こいつ食らうのやだ、攻撃してこないでよ、ちょっとやめて、こいつもう死んじゃいそうだから。足、あれあれ、なんで回復してんの、あ、ああいう対戦の後回復するんだ勝手に。あ、そうなんだ、ああいう対戦の後、あのなんかライバルとかと一緒に戦うみたいな感じの後は回復するんすね。あ、そうなんだ、知らなかったわ。うわ、マットショット懐かしいな、沼五郎だっけ、あいつがよくやってましたね、懐かしい、よくそれで使ってました私、沼五郎とか。あとはそいつの進化なんだっけ、ダークライじゃなくてなんだっけ、名前覚え出せねえな。ダメだ、ほんと完全ジジイになってる、脳みそが、脳みそが89歳になってる完全に。だって思い出せないもん、全然、あの進化系が沼九郎だ、しかも沼五郎じゃなくて沼九郎じゃね、多分のその進化系が思い出せない、なんだっけ、ダークライじゃなくてダがついてる気がするんだけど、なんだっけ、思い出せないな。濁流とか使うんですよね、あいつめちゃめちゃかっこいいですよね、あの技が。マットショットとかも沼九郎の時覚えますしね。いや強いなこれ、マッキョ強いな、マジでマッキョちょっと強くてきつい、めっちゃ半分も食らっちゃったよ、もうこれ乗り切れるか。オッケー、とりあえずレベルアップしていく。オンバットもちょっと進化してほしいな、早く、早いところ。もう進化系のやつがね、ここで出てくるってのはなかなかいかついけどね。オッケー、いいよ。進化系のやつが普通に出てくるんだね、オッケー。いいよ、これナイス。やっぱ楽しいな、ポケモンめっちゃ、ポケモンってやっぱ、基本めちゃめちゃ楽しいっすね。めちゃめちゃ楽しい。基本楽しい。なんだろう、これただボタン押すだけですけど、なんつうんだ、新しいポケモン見れるのがめっちゃ嬉しいし、やっぱおなじみのね、このなんつうんだろう、技の選び方とかもすげえいいですよね、ブランドがあって。ブランドのおかげじゃないですけど、単純に楽しいですけどね、ブランド抜きでも楽しいよ多分普通に。いいよ、オッケーオッケー、あと1体来る。イワークいいね、イワーク好きだよ私、ハガネール好きですよ。ハガネールでもなんか交換しないとあいつ進化しないですよね確か、なんか持たせて交換しないと進化しないんじゃなかったっけ確か、なんかそれでなんか金銀の時、あ、クリスタルかなの時なんかすげえ苦労したっていうか、なんかめっちゃ欲しいなーと思ったけど手に入れられなくて残念でしたね。ボス戦で使ってくるんですけどね。オッケー、普通に余裕で勝っていく。鉄道員のもう何してんのここで、
洞窟遊ぶとこじゃねえよ言っとくけど、なんで洞窟にこんな人がいるの。大体それおかしいからね。だから洞窟ってそんな人が入っていいとこじゃねえから、なんだよこれ。洞窟でお前ら何してんだよって話なんですよ。やめろやめろ、またマッキョ、やめて、マッキョうざい、マッキョマジでうざいんだけど、マッキョうざすぎてきついわ。マッキョ何タイプだっけ。鋼に対してちょっといけないんだよな。マットショットやってくるからこいつに対してのちょっと対抗策ないっすね。ドラゴン、いや無理だもんな。まあこれバチンキーがやっぱ無難か。やっぱマジカルリーフかな。いやちょっときついなこいつ、マッキョきついっすね。こいつ死んだらもったいないな、やっぱり死んだらきついっすね。なかなかポケモン変えてこっか。やっぱこいつで、いやこいつでも無理なんだよな。こいつの方がいいか。まあこいつの方がまだマシか。マットショットやられたら効果抜群だからきついんですよねこいつ。でもあいつのトロッコンでも、トロッコンでもいいですけど、あいつ確か4倍ですから、地面4倍ですからきついんだよ。リベンジいけんの。あ、リベンジって攻撃しないと食らわないんじゃないの。別にそういうわけじゃないんだ。オッケーオッケー。水鉄砲一つ一つちゃんとね技も覚えていかないとダメですね。不意打ちやられてくる、これは大丈夫大丈夫。不意打ちは大丈夫。水鉄砲いけ。ガジリガジリガメ弱いよお前。相手強いな。てかマッキョ強くね。マッキョなかなかのこいつ相当なやり手だと思うんですけど。いやきついな、マットショットやられたらきついぞこれ。金属音はいいや。マットショットやらないでくれ。特防下がるんだっけこれ。素早さだっけ、なんだっけ。いや特防か、特防下がっちゃきついなこれ。いいよ、まあとりあえずこいつ死んでもいいや。とりあえず死んでもいいからいけ。ダンクダンクショット、いややめてくれ。マットショット、うわーやれた、これ完全死ぬね。特防がっつり下がった後にやられる。いやーきつい、これ死んじゃうのもったいないなマジで。経験値もらえないからねこれ。経験値もらえ、こいつオンバっていく。オンバットでもないな。あ、与える技がないですね。古速武士全然覚えてないわ。技まだ3つしか覚えてないですね。オッケー、ニトロチャージいこっか。ニトロチャージでいいよ。ニトロチャージで潰していきましょう。いいよ、全然こいつに対してのちょっと対抗策がないな。鋼に対してちょっと弱いですね私のチーム。地面タイプがいないときついかな。なかなかちょっときつい状況ですね。鋼に対してやることがないっていう。オッケー、叩きつける覚えよう、ちゃんと。てててててれて、はた、あーでもこいつ叩きつけるあんま強くないか。こっちの方がいいかな、はっきり言って。まあいいかな、とりあえずダブルアタックやめさせよっか。ダブルアタック新しい技でしょうけどね多分。まあいいよいいよ、叩きつけるやっていきましょう一応ね。とりあえず覚え、なんか微妙な技だな。なんかダブルアタックもなんか微妙だし、微妙な技だし。ことマッキョやめて、マッキョマジでうざいからさ。あ、いたいたいた、こいつあれ、あー、あ同じやつ持ってるし。おい、トロッコも同じやつ持ってんじゃん。ボロボロにやれちゃってから、エール弾消えるのです。同じやつじゃん、お前。応援はいいけれど、邪魔はいけないからね。ゴー。カブさん、かっこいいぞ。さすが炎のジムリーダー。こいつかっこいいよね。見た目好きですわ。君たち、ジムチャレンジャーと最高の勝負をするため、ギリギリまで鍛えているんだよ。うわ、いいね、これ。炎タイプのポケモンで戦う僕にとって、水タイプがいる。第二鉱山は、修行にぴったりだ。水タイプいたっけ。第二鉱山を抜けて、まっすぐ進むエンジンシティ。ホテルに戻り、ゆっくり休んで、コンディションを整えます。あ、エンジンシティって、あ、戦うのか。あ、エンジンシティ、そういえば、ジム戦やってなかったっすもんね。開会式だけだから。あ、でも、あそこ、もう一応、あ、ジム戦なんだ。そっか、俺も燃えてきたぞ。オッケー、行きましょう。いいっすね。タイプ、あ、なんか、ここ、怪しいな。後ろなんか来そうだったけどね。何も来なかったんですね。ホテル、スボーミーインに泊まりましょうということで、泊まって終わりしましょうか、今回は。オッケー、オッケー。トロッコンだけど、お前、ポケジョブって知ってる？何それ？知らない。兄貴のノートにこう書いてたの。彼女からのお願いをポケモンに手伝ってもらうんだよ。ポケモンセンターにロトミで受付ができるぞ。炎のジムリーダー、カブさんに挑戦だぞ。オッケー。いやー、こいつ、役に立たないですよね。おー！すげえ、めっちゃいっぱいいる。でっけえ、しかも。めっちゃウソッキーでっけえ。ウソッキーと、なんだっけ、フクロウのやつ。こいつ、ホトトギスじゃなくて、なんて名前なんつうんだっけ。いやー、名前思い出せないな。やばいだな、もう。完全にジジイになってる。98歳になったわ、今。脳みそが98歳になりました、今。なんだっけ、名前思い出せない、あいつの。どうしても。なんだっけ、あいつの。フクロウのやつの名前。なんか、ホッホーだよね。あの、進化前がホッホーですよね、確か。なんだっけ、こいつの名前。なんとかヨールじゃなかった。サマヨールじゃなくて。あ、ヨルノズクだ、ヨルノズク。そうだ、そうだ。合ってますよ多分、夜のづくで。オッケー、心森、そのまま戦う。あー、変えた方が良かったな、これミスったな。変えた方が良かったですね。心森、こいつ叩きつける、やっていきましょうか。叩きつける、いけ、当てろよちゃんと。ナイス、いいね、かっこいい、叩きつける、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。
エアカッター死んじゃうか、死んじゃうかな、これ死ぬな、耐えろ、うわ最悪、うわこれきつい、これきついな、こいつ出してく、オンバット、オンバット出してみよっか、いけオンバット、ナイス、いいよ、かっこいいね、オンバットいいね、オンバット、こいつは、なかなかいいですか、エアカラーいけ、エアカラーいけましょう、エアカラーオッケー、いいよ、エアカッター、いや弱っ、オンバット弱いな、レベル結構高いのにこいつ、いや死なないかまだ、これで、翼で撃つしましょう、翼で撃っていきましょう、エアカラーやられて死ぬなよ、死ぬなよ、死ぬな、耐えろ、危ねえ、ギリ耐えた、これまた経験値もらえなくなっちゃうからね、そしたら死んじゃったら、オッケーオッケー、なんとか耐えましたね、なんとか勝ちました、オッケーオッケー、とりあえず勝っていく、ナイス、オッケーオッケー、レベル上がってきまして、マダムにちゃんと勝っていく、いいよ、ちょっとトレーナー取っときましょうか、これでなんとか次の、シティまで行きたい、エンジンシェリーまで、エンジンシェリー、あ待って待って、うわーここで見つかんだ、きつい、これ勝てるか、きついぞこれ、状況かなり厳しいな、最悪元気のかけら使う可能性もあるぞ、おまわりさんに対して、うわもったいねー、しかもガーディーか、ガーディーなかなかいいね、かっこいい、補足虫、うわ虫タイプはきついな、これ威嚇されていく、ちょっときついな、これ虫タイプの技しかなかったもんな、だってこいつ確か、いやーきつい、これはきつい、ちょっとポケモンで変わってこっか、いやきついな、これはマジで、こいつかな、とりあえず、とりあえずトロッコに変わっていけ、こいつ地面タイプじゃないじゃん、あ間炎タイプか、あの次のジムリーダー炎タイプか、炎タイプか、地面タイプかと思っちゃった、トロッコわしも持ってんだよね実は、だからちょっとあんまり嫌なんだよ、もっと見たことないようなやつ使ってほしいんだけどね、いけー、トロッコでもいいね、完全にこれあれだけどね、完全にこいつはゴローニャだけどね、顔がゴローニャでしかないけどね、まあそこは置いときましょうよ、ロックブラストいけ、当てろよちゃんと、オッケー、いや微妙に外れるしよ、ロックブラストとあれ原子の力微妙に外れるからきついんだよな、オッケー、とりあえず倒していく、ガーディア倒れた、勝っていくかな、勝ってるかな、いやーちょっと死んじゃってるからもったい、焼き尽くす、あいいねいいね、炎技ちゃんとした、炎技、炎で相手攻撃する、オッケーいいね、高速スピンはいらん、あ高速スピン使えんだこれ、あ私なんか素早さ上げるやつかと思ってました、これ完全に高速スピン忘れさせようかな、どうしようかな、ロック、あーまあ高速スピンかな、高速スピン使いますけどね、割と焼き尽くす、これ新しい技なんか見たことないような気がする、オッケー、みんなレベル上がってもったいねこれ、うわ最悪、もったいないね、これ取っとけばよかった、こいつのトレーナーもったいないよ、めちゃくちゃもったいない、オッケーオッケー、これ先行きましょう、いるかなここ、なんかいるかな、ここらで終わりにしよっかな、ちょっと先行ったらまた ストーリーありそうですから、ちょっとここのギリギリぐらいまで行って終わりにしましょうか、ここのギリギリぐらいまで、敵行ったら終わりにしましょう、この辺で、まあ結構落ちてんな、道の真ん中に落とすねこれ、端っこの落とせ、道の、まあ、結構落ちてんなマジで、オッケー、ここで入って、あここトレーナーっぽいですね、じゃあここで終わりしよっかな、今回は中途半端だけど、はい、じゃあ今回はここまでで終わりでございます、最後までご視聴いただきありがとうございました、それではバイビー。Just...